私はもう見たことのない背景でめっております。ちょっと上着がちょっとそこに転がっているんですけど、ちょっとなんかいつもの背景だとね、ちょっとね、このあちょっとやだ、ちょっとあの使っていないロング靴下が置いてあった。このね、前回のね、ここでいいと思うんですけど、ここだとちょっと暗いなって。あのうさぎちゃんまだつけてるよ、ほらまだつけてるんですよいやこっちはちょっと暗いなって思ったんで、勝手にびっくりした。ママは来たかと思ったら、あ、ここにここに飾ってます。あの生誕の時にいただいたやつと、あとこれはファンの人からいただいて、いただいたやつ、なんかよくないですか、なんか合ってる2つが。あ、外映りました、やばいですか気にしなすぎでしょ、やばい。え、大丈夫そう、え、大丈夫そうあ、大丈夫です。あ、そう、オイルヒーターなんですよ、私。なんか、熱い。ゆなオイルヒーターって何なんだろうな。キヤちゃんスウェットとか着る？今実際着てます。これもファンの方にいただいて、お気に入りです。私今日メイクがとっても失敗してしまって、いやそんなわかんないと思うんですけど、個人的に失敗してしまって。あ、りょうあきさんありがとう。え、てか今気づいたけどさ、え、なんかカウントダウンライブみたいになってるね、すごい。なんか渋谷みたいな、なんで1125なんだろうわかんないけど、ありがとうございます。りょうきさん、りょうきさんじゃない、りょうき私ね、みんなにねさん付けで呼んじゃうので、ちょっとそれを改善していきたいなとすごく思っています。りょうきありがとうレイさんも、レイさんもレイ、レイレイって呼んで、やばい、いきなりレイ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 さんはちょっとまだレイさん、まだレイさん、なんか2文字だとなんて呼んでいいかわかんない、なんて呼んでほしいですか。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。キャラちゃんの好きなお洋服とかのブランド教えてほしい。なんか私最近迷走しておりまして、でも最近黒は買わなくなりました。いや買ってますね、バリバリ黒買ってるんですけど、あんまり黒は買わなくなって、なんか黒よりも違う色、なんか今までずっと黒ばっか着ててきて、だからなんか今白とか水色、薄めの水色とか、あ、今日ってかこの間ピンクのワンピース買いました。珍しいでしょ、珍しいでしょとか言って、多分ピンクの服買ったのマジで初めてかも、自分で自分で初めてピンクの服を買って、まあ、いつかお話し会で着ようかなと思ってるんですけど、なんだろう、でもフーズフーチコみたいな、フーズフーかわかんないけど、そのブランドとか好きです。あとなんだろう、わかんないです、そんな。わかんないんですけど、イングもいいよね。
ずっとチャリ持ってると疲れる。この携帯マジで重いんだよね。めっちゃ重くて、お手震えちゃう、重くて。ちょっとどうしようかな。ちょっと置く？置いたらいろいろ映ってしまいそうなんだよね。すごく下から配信になっちゃう。けどまあいっか。ちょっとこれをちょっと縦長にしまして、でいつも化粧品とか全部これにダーって入れてます。あーやだ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 、助けて。これをこういたしましたら映んないね。もうちょっと高さ、あクッション、あうさぎさんの上にさらにクッションを置きましての、ここはあいいんじゃない、いい感じじゃない。あ待って、めっちゃタンスとかやば、すいません、本当に。え、ちょ大丈夫そう。大丈夫そう。ちょっといろいろ映ってるけど、ちょっとあの洗濯物のあれとか、ちょっと我々教科書とかなんかゴミ箱とかいろいろ映ってたけど大丈夫ですか。ちょっと大丈夫そうかな、この辺なら大丈夫かな。この毛が気になる、すごく。え、これ何も映ってないよね、大丈夫だよね、うちに。私クローゼットが閉まらなくて、あれど、なんかドアが何枚か重なってるんですけど、あれがガックンガックンガックンしてて、マジで閉まらなくて開けっぱなしなんですよ。しかもなんかあの穴がなんか元からなんか開いてて、ちょっとへこみ、へこ穴っていうかへこみが、だからすごく見栄えが悪いんですけど、仕方がなくて。そうなんですよ、詰め込みすぎてるわけじゃん。この間マジでそこにあるんですけど、マジでこんぐらいの、もっともっとこんぐらいの服の山がそこにあって、断捨離しました、服を。マジで半分ぐらいもう消去します。あのね、私ね、読売ランドね行きたかったの、めちゃめちゃ行きたかったんだけど、昨日だっけ一昨日だっけにみんな行ってたじゃん。でその時になんか事前に行きたい人はあのお昼までに連絡くださいって言われてたのに、バリバリ忘れてて連絡するので、あー楽しみとこ、あ待って、これ言わなきゃいけなかったじゃんと思って、もう期間過ぎてたから、もう無理じゃんと思って諦めました。めっちゃ行きたかった。行けばよかったんですけどね、でも諦めました。今読めるやんの、いいな。あ乗ってよ、ジェットコースター乗ってください。ジェットコースター乗って、ルキのんちゃんじゃん、やっほー。楽しんでね。サスキにキアラちゃん出てたね、はい、ちょっとだけ。ちょっとだけ出させていただきました。頑張って応援しました。マジですごくて、もう感動して、もう涙出るよってくらい感動して、えマジで本当に、えてかなんかオンエアには全部が持ってなくて悲しいってなったんですけど、すごい、なんだろう、最初の飛び込みからローリングヒルのところすっごくドキドキしてて、頑張れ頑張れってなってて、そしたらクリアしてて、わーってなって、もう本当にね嬉しく、親の気持ちになりました謎に。その時はマジでなんか親の気持ちっていうか、なんかもう頑張れ頑張れって、いやしょこちゃんならきっとできるっていう、なんかなんだろう、よくわかんない気持ちになってたんですけど、でも本当嬉しかったです。もう自分のことのように嬉しくて、本当にすごかった、感動した。私のサスケさんかはちょっと無理あのですかね、ちょっとあの最初のジャンプのところで距離感がつかめなくて、多分最初からドボーンで多分使われないですね多分。
われないですね。イオリちゃんいけそうだね、確かに。逃走中無理だよ絶対。私持久力がなく、持久力ないっていうか下がってマジで、鬼ごっこあったじゃないですか特典映像で。もうその時からやばくって、え私こんなに走れないってか、マジで見てほしくなくてちょっと見てほしくなくてとか言っちゃダメなんですけど、まだ自分で見てないんですけど、なんかお母さんにやばいよって言われて私ほんとにカメラをマジで気にしてなくてダメなことなんですけど、もうなんか逃げるのに必死すぎて顔なんか気にしてられなくて、なんかマジで私熱中症になったんで熱中症になった時さ、途中なんか来ないようなところで座ってて、そしたらなんか花ちゃんとひとみちゃんとか来て3人でなんかお茶とか水とか飲みながら休んでたら、鬼が来て、鬼が来てってかミミにあと誰かとかが走ってきた時に、あめっちゃネタバレしてる、あごめんなさい、えだけどまあ映ってないかもしれないんで、そのミミやと誰かが来て、そしたら鬼来てる鬼来てるって思って言われて、えみんな逃げてって言って、私走れないと思ったから、なんか倉庫があって、倉庫と椅子があって、でこっちこう抜け道みたいな、でこっちから鬼が来てて、でみんなこう逃げてたんですよね。だから私はもうこっちのここ、この道がこんぐらいしかなくて、でここの倉庫で裏で隠れてたんですよ。もうみんなもう足音がもうやばくて、でここの倉庫のここでひとみちゃんとか誰かが捕まってたんかな、それでもう息潜めながら音立てたらやばいから、もう絶対音立てねえぞと思ってもうひそひそいて、そしたらカメラマンさんとはぐれちゃってみたいな、ちょっとねやばかったんですけど、なんかそう、なんかそこ倉庫にいたらね見つかんなくて、でその後ずっとなんかもう走る気力がもうなくなってしまって、ひたすらなんか虫だらけの横にいましたとさ。え、ログインできなくてアバターさせてくれちゃった。かわいとう。かわいとうに。え、私ちいかわのお店に行きたいの、なんかちいかわランドみたいな、ちいかわランドに行きたいんですけど、お金がなくなりそうなので行かない方がいいなって思ってます。いっちゃんね、私今起きた時は遅すぎだよね。えマジでね、私もね、もう自粛期間の時とかマジ4時5時起きとか、なんかあれ起きたら暗いみたいな時あったからね、もうしょうがない、休み期間はしょうがない。ちいかまじゃない、ちいかわ、ちいかわならプレゼント買って、本当に嬉しい、めっちゃ嬉しい、やった嬉しい、私ちいかわだらけなんで、もう本当に私は8割派でね、8割も可愛いよね。私はもう全匹全匹全キャラクター好きです、かわいい。うん。あ、15分経過しました。
ったら、残量だったらね、いっぱいいます、いっぱいいますとか言って、なんだろうね、一番っていうのはちょっとわかんないんですけど、でもね、黒が好きになってからはくるみちゃんも好きだし、もともと好きだったまみらちゃんも好きですし、シナモンとコラボしてシナモンも好きになったし、なんか最近ポチャッコも可愛いんじゃないかなみたいになったし、あとなんだっけ、コギミンも可愛いよね、いっぱいいる。ハンギョの、でもハンギョとも可愛くない、普通に。ちょっと私さ、地べたに座ろうとしてる、地べたに座ります。携帯落ちてきたらマジ怖いな。シナモンのスウェットどこのブランドか分かんないんだよね。ママが買ったからママに聞いてみますちょっとママに聞いてみないとちょっと分からないんですが、くなっちゃった、まあいいや、まあいいやとか言ってキアラちゃんと生年月日一緒、本当にすごい嬉しい2004年11月26ってこと、すごいな、本当お姫様にしてよね、ピンクの。私あの時ね、あ、最初見た時めっちゃシンプル、なんかみんななんかキラキラしてるのに私無地のピンクだって、まあなんかあのパフスリーブみたいなだし、ウエストもキュッてなったから嬉しかったんですけど、なんかみんなみたいになんか長いドレスとかが良かったなーなんて思ってたんですけど、でもなんか映像見たらなんかピンクが一番目立つし、なんかいっちゃん可愛いと思ってピンクで嬉しかったですね、ミニ丈いいと思った、ね同じ、嬉しい、めっちゃ嬉しい、私同じ生年月日の人今までで2人いない、1人は4年生の時に同じクラスになった子がいて、あとはいないか。まあな、まあいっか、大丈夫そうこの音、わかんない、大丈夫だよねこれ、みんな共通、違かったらどうしよう、まあ、いっかダメなんだ、共通じゃない、あ、バレちゃいました、あの、あんまり深読み深読みしないでいただいてお願いします。あ、タワーの方。ちょっとわかんない。どれだ？わかんない。あ、いとこんさん、ありがとう。ありがたわーです、いとこんさん、ありがとうございます、ありがとういとこんさんあ、MKT さん、 MKT ありがとうございます、 MKT さんありがとうございます、またお話ししましょう、ありがとうまだいらっしゃるよね、絶対。かわいいこの「ゆく」って何これ、ね、最初「ぬく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 」かと思ってたんだけど、ゆく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 だと、なんで「ゆくゆく」「ぬくぬく」じゃないんだ。こむちゃんさん、こむちゃんさん、こむちゃん、こむ
ん、ありがとう、こむちゃん。ありがとう、こむちゃん。あ、ゆく年来る年ってこと？なるほどね。なるほど。キャットのメイク知りたいな。メイク、ちょっと私今日はね、大失敗、大失敗パラダイスなんで、ちょっと今日は無理なんですけど、なんか最近メイクに迷走しすぎて、メイクの仕方を忘れちゃって、どうしようって感じなんですけど。うん。でもね、今日ね、今日ねじゃない。今日ねというか、なんか、クリスマスプレゼントに前、おばあちゃんに買ってもらおうと思ったんですけど、その時混んでて買えなかったやつをね、買ったんです。コンシーラーやっとコンシーラーを。私ずっとザ・セメのコンシーラー使ってたんですけど、マジで私乾燥肌の極みなんですね。もうなんか本当にここら辺が死んでて、もうカッピカピ砂漠かなみたいな感じ。ああ、落とした。砂漠みたいな、砂漠よりもなんか干ばつみたいな感じになってて、本当にやばかったんですけど、ちょっと保湿力高い、そうなんかやつを買いました。もうステップコス基本使ってないので、すごいね、なんか嬉しいなって感じなんですけど、ほぼプチプラなので。でもちょっと私本当にそろそろ肌に気をつかなきゃと思って、だからファンデーションも買わないとで、本当になんかマジで保湿力高い下地とファンデーションとかぜひ教えていただきたい。マジで本当にやばくて、なんかもう肌が汚かったらもう元も子もないじゃないですか。干ばつ系アイドルなんですよ私今。あ、いつも使ってるんですけど、ファンデーションはクリオのクッションファンデ使ってるんですけど、あれもなんか乾燥しすぎてもうカッピカピカッピーみたいな、カッピカピなんですよあれ。あの、ちょちょちょ、あれが悪いんじゃなくて、あれはめっちゃカバー力もあってめっちゃいいんですけど、私はあの冬に使ったらマジでやばい、本当にやばいんですよ。だからなんか、毎朝パックね、いや私マジでスキンケア全然してなくて、あのイクルベの中で一番スキンケアをしておりません、絶対すいません。ちゃんと、ね、化粧水とか乳液とかしてるんですけど、化粧水と乳液のみっていう感じなので本当にダメなんですよね。ちゃんと化粧水もちゃんとしたのを今調べ、なんかちゃんとしたのを調べたくて、何がいいか分かんないから、本当に乾燥肌向けのやつをちょっと買いたいなみたいな。ちょっとすいません、乾燥じゃか、全然スキンケアとかしてなくてすいません。というたまにパックするぐらい、なんか夜パックしないと、なんかこのオイルヒーターとか使ってるともう肌がなんかポロポロみたいな、もう今はもうポロポロみたいな、本当にポロポロなんですよ私、マジでやばい、本当にやばいと思う、本当に最悪。アイドルじゃない、ちょっとやばいので。そうなんです、なんか本当になんか今まで私こんなことなかったんですよ。だけどなんかやっぱね、年が、年ってかもう、もう若い肌っていうのは16歳までなんだっていうのを知りました。ちょっと17歳からはちゃんとね、あのちゃんとしないとダメだなっていうの、私パウダーやめたらカサカサ治って、私パウダー使っちゃダメなんかな、ね、ね、
あの頃より大人になったしはちょっと、そうね、肌がちょっと老けてしまいました。1年の抱負はそうですね、ちゃんとスキンケアとファンデーションとか買うってですね、と髪質とかね、ごめんなさい、20代の皆様に怒られてしまいます、申し訳ありませんでした。肌が白いことは、いやマジで肌白くないですか私。自分で今あれなんですけど、なんか集合写真とかで、え、白っと思って嬉しいです。なのでちょっとあのちゃんとね、カサ白いのはいいけどカサカサじゃなくて白くてもっちりな肌を目指して頑張りたいと思います。めっちゃ白いよね。あ、インスタを始めるのはあのスキンケアとか基本的なことをしないとね、そんなインスタなんてできないですよね、ちょっとねと思います。キャラさんと超怖かった。あ、りょうちゃんね、お揃い嬉しかった。ありがとう。え、ごめんね、あのトラブルっていうか、なんか前なんかね、あれなのかな、わかんないけど、なんでだろうね、ごめんね本当に。一度にあれなのかな、多いとあれなのかな、難しいのかな、わかんないけど、ごめんね本当に。また話そうね。ありがとう。忘れに言ったけど気象崩れした。あ、エラゾーちゃん、エラゾーちゃんありがとう。エラゾーちゃん、え、何これ、これ違う、こんなポーズやだ、なんか違うからね、これエラゾーちゃんのポーズじゃない、ごめんね。なんかこんなんしちゃった、ごめんね。良いお年を、良いお年を。いやー、これ言わないでください本当に。しかもちょっと今黒い格好してるから。そうですね、ツイッターに画像をねすぐ載せることが大事ですよね。私お年玉もらいます、あの前おばあちゃんにもらいました。のみちゃんの好きな曲はまほろばです。もうまほろば、あ、大輔さんありがとう。あ、大輔ありがとう。すごい、なんかさ違くない、なんかピンクの可愛いやつ、ありがとう、ありがとう。あのここ好き、好きなみたいな、なんかこういうやつあるよね、こういうやつ。ありがくない、昨日誕生日、え、お誕生日おめでとう大輔くん、おめでとう。昨日12月29、おめでとう。いやね、29だとクリスマスプレゼント一緒にされそう、
かわいそう。なんならお年玉も一緒にセットにされちゃいそう。かわいそう。わかる。つるるつるるつる。あれ私絶対できない。なんか恥ずかしい。なんかリズム感つるるつるみたいな。なんかリズム感ずれちゃいそう。あそこの中ちゃんマジでいいよね。そっから11月のって。もうあの曲はマジでいいと思う。マジで良すぎて何事っていう。本当にいい。天才的。カラフルサラダなぎ、なぎちゃん。ダンス好き、ありがとう。嬉しい。天才だよね。エモいし王道でもあるし、何あれみたいな。今まで一番好きな衣装なんだろうな。うーん、でもフィフスのさ、ジャケットの衣装めっちゃ好きなんだよね。あれね、あの今までで一番最速で着替えられるし、そこって感じだけど、しかもベレー帽、私ベレー帽好きなんだよね。あの上にボリュームあった方が、ちょっと私ここが長いので、とってもだから上にボリュームあった方がバランスが良くなって、あのいいんですよ。だからハーフツインとかツインよくするのはその理由で、私がもうここの顔面が短かったら別にツインそんなしなくてもいいかなっていう、まあ、でも短ければ短いほどツインしたらめっちゃ可愛いんですけど、私がこのポーズちょっとあれなんだけど、私がツインするのはその理由が多いかも。アフィフスってザフィフス、ごめんなさい、ダイリーじゃなくてザフィフス。ザゴスって言えばいい。ザゴス、ザゴスって私言いたくないんですよ。なんか言いたくなくて、ザスフィー、ザスフィーとか言ってザフィフス、フィフスをちょっとこうして、ザスザスザスでいいよ、もうザス。いやそれもおかしい、だったらザフィフスで、でもフィフスって言いにくい、くザフィーでいいよ、もうザフィーザフィーでいいよ、もうザフィー。やだ、ザゴスってなんか個人的に、私最初ズルズルもズルズルって呼ぶの嫌で呼んでませんでした。結局ズルズルって呼んでるけど、だからもう次のシングルには普通にザゴスとか言ってると思います。多分ザフィー、ダッフィーみたい、確かに。ザフィー、ザフィーもちょっとやだ全部やだ。Could you love me? いいよね、あそこ。Could you love me? って。ピンアンラップだよね。メガジャリダーリン、キューティーキーリン、この瞬間でチェチェチェと、なんだっけ、あ、メガジャリダーリン、キューティーキーリン、エムワカイのキンプキンだからね。びっくりした、私今さ、言っちゃいけないこと言ったかと思った。やばいと思った。全然大丈夫だった。ね。アンマイとピエン、しかもサビ前はイカリング、私ミャンミャンピエンとショコリサとアンアイス。ポイズンダイス好き、いいよね。私ポイズンめっちゃ好き、トップ3に好きかも。トップ3が何か分かんないけど、
ね、ライブしたい。早くさ、ザフィーのさ、ザフィーってやっぱ言いづらい。まあいいよ、もうザフィーで。ザフィーのさ、え、いくらばやってんの？やばい、配信してる、ごめんなさい。え、ダメかも。ダメかもとか言って、どうしよう。ね、全国ツアーとかあればいいよね。ツアーしたいなって思う、久々に。再放送だから大丈夫？ザフィー何の曲って感じよね。鈴木じゃないよ、斉藤だよ。もうあの時ね、マジで「鈴木じゃないよ、斉藤だよ」って言って、「まあ、なんとかなるから」って言われたんですよ。え、なんとかなる、え、待って、無理無理無理と思って、もうなんか入った瞬間「やっべー」と思って、もう鈴木じゃない斉藤だよ言い終わった瞬間、あ、もう何よ何よって思って、もう、あ、どうしようどうしようどうしようと思って、もう本当に私マジでアドリブ力が本当になくて、なんか本当に無理なんですよね私。もう頭の中がポカンポカーンってなっちゃって、本当に考えられなくて、え、どうしようと思って、もうみんな飛び込んでたから、もう私も飛び込んじゃえって思ってとりあえず飛び込んでみたいになっちゃって、もうシソンヌさんがもうフォローしてくださって本当にありがとうございますっていう感じでした。私はもうバラエティーはもうね、頭が良くないと。とても無理なので、ちょっと頑張れるとこは一生懸命頑張りたいなって思います。マジでひとみちゃんマジおもろかった。もうさ、は、袖から見ててさ、もうなんかみたいな、汚いの本当に、なんか、いや、もうこれできない、絶対できないって言ってて、なんで私これなのって言っててだけどめっちゃ面白かったからめっちゃ良かった。あれはね、ひとみちゃんしかできない、めっちゃおもろかった。汚くはないけど汚くはないけど、何、面白かったなんか可愛かった。あ、笑わない会見ね、やばいよね、噂の、あれ、ナイトキャップどっか行っちゃった。あ、ナイトキャップどっか行ったわ。あれ、ナイトキャップどっか行った。私ナイトキャップここに入れといたんですけど、うえっ、びっくりした、ナイトキャップどっか行っちゃったわ。ここに置いといたんですけどね。このね、ピンクのナイトキャップこれはマジでこのかぶってたんですよね。で、なんかマジで朝寝ぼけてて、帽子だと、帽子かぶってる、マジで帽子かぶってる感覚なんですよこれで、帽子かぶってると思って普通に、まあ、電車乗ったりとかしてて、そしたらもうなんか視線を感じましてねやばくないこれ、これで行ったんですよ。けどマジでこれ帽子かぶってる感覚、こうしたらマジで自分帽子かぶってると思うんですよマジで。スクショタイム、謝ってる、確かにカメオのあれみたいだね。給食当番みたい、本当に。
これはもう一生使ってません、マジで。もう秒で終わりましたね、これ使ってたのは。マジできっと使うことはないでしょう、もう。もう二度とこんな過ちをしたくありませんので。本当にね、これだけもやってもね、バレない。なんかナイトキャップなんか被ると髪の毛があんま絡まんなかったりとか、なんか何あんま傷つかないみたいな感じで、ネットで見て9点で、まあ、安かったから買ってみるかと思って買ったんですけど、もう一生買わないですね。もう効果を感じる前にもうあの過ちを犯してしまったので、もうあの効果はちょっと本当に分かんないです。まず1週間使ったか使ってないかぐらいなんですよね。でも9点ユーザー使って9点なんかもうやばい、滑舌がやばい。9点でなんか私マジで9点で3回くらい、あのこの間の12月の目変わりからもう3回くらい注文しては、毎回後払いでコンビニ、あ前払いでコンビニで払うんですけど、3回とも忘れて、もうなんかもういっかなってなって、なんか、まあ、1万5000円分ぐらい買おうとしたんですよ、化粧品とかを。だけどもう3回も支払い忘れたもんだから、もういっかなってなって、ちょっと今諦め中なんですけど、でもやっぱ欲しいと思って、なんかクリオのね、なんか新しくれたなんかピンク茶色っぽいなんか13番のなんかやつ、なんか進化したクリオパレットみたいな、よくわかんないやつ、あれが欲しくて、あれとなんかラメと、あと BBIA みたいなのこの涙袋のやつと、あとなんかブラシとみたいな、なんかいろいろ入ってたんですけど、マジで支払いができなくて、私今グレールの支払いが今1個まだ払ってなくて、やばい、今日こそって言ってたのに今日も忘れました。今からでも払いに行ってこようかなっていうレベル。え、マジで今年中には絶対に払わないといけないから、もう絶対払おう。今日配信終わったら即あのコンビニに行って払っていきたいと思います。やばすぎる。払ってください、払ってくださいとか言って、もう払ってくれた分もうお話し会も無料。それでぜひお願いしたいんですけどね。本当にねえ、そんなアイドルいないわ。すいません、冗談です、冗談。そんなことしないできないですけど、払い忘れての思い出して、ね、今から銀行行ってきます。行ってらっしゃい。ちょっと推し、推しとか言っちゃった、お尻が痛いとか言いそうになっちゃったんですけど、行っちゃいました。地べたに座ってたんですよ今、だからちょっとしゃがめます。どんな配信っていう、もう夕日じゃなくなってきちゃった。今年最後に何か歌ってほしいな。ちょっとね、今喉が痛いんですけど、何か歌ってほしい曲ありますか。私マジで音痴かもしれない。
あれ、まほろばだって高いよ、絶対無理だよ。覚えてないかも。いや覚えてるけど、ガチで声が出ません。多分本当に声が、声絶対出ないよ。あるよね、マホロはきっと。ザフィーあるじゃん。ザフィー歌おうよ、ザフィー。え、ザフィー歌おうザフィーとか言って。え、だクリスマスとか絶対出ない。え、ちょっと歌わないかも裏声かも。え、待って、え、マジで裏声かもしんない。クリスマス、あいや無理だって。クリ、え、もう喉がね、うん、痛いんですよ今日。クリスマス、え、マジで無理です。多分本当に無理。え、今音入ってます。え、あと本当に無理シルク光る雪が、じゃ、え、ちょっと似合うと思ってた。 I need you、 君の笑顔、大きな愛を添えたら。待って待ってよだれ出てきた、最悪で、今水飲んだよ。ちょっと待って、汚い。さらら愛しい君へ、このまま Still love for you。 街はが痛い。泣き喚いて冬を走る。何歳になったって今日だけは特別。カラフルサラダグラタン、あっち、君のスペシャルメニュー。メイミー、仕事今日は忘れて、そばスケートのチキン、大きいホールケーキ。素敵に恋しよう、キラキラだ。
て繊細な雪チェリースチェリース同じように大切にする、君を壊さないように、寒さにときめく二人じゃないけど、出会った頃来た冬の歌、うん、どうだ、ずっとずっとずっと歌を白く光る雪こすり耳に見ようと思ってた、さたくのスタートを届けて二人で愛を信じよう、小さい罪に飾り付けをして恋も彩ったら、 I promise 冬の君に僕はずっと恋してる、Love you more and more forever。 ここさめっちゃさポニーテールと刺繍感あるよねちょっとあの声がガスガスですめっちゃ暗い、びっくりした、めっちゃ暗くてびっくりした、ちょっと電気つけます。大丈夫でした、ちょっとあの本当に声がすいませんという気持ちです。多分このままだとマホロボは無理ですマホロバ一番だけ歌う？一番だけ歌おう。え、私歌ったことない、え、最近全然聞いてなくてさ、分かんなかったらどうしよう、すいません、本当分かんなかった。え、分かんないかも。ときめきぶつかり星ができました、星座になれないこと、あ、じゃあリズム違うそれ、ちょっとなんか分かんない、君に会うたびに輝き強まり、夜を照らす見つめているだけ、それだけでいい、それなのに感情は秋よ、ちょっと音程やばいかも。空この恋マホルはアスタリスク、手のひらサイズの小さな恋、ずっと遠くに感じる君の笑顔、このまま届かなくていい、流れ星が君を奪う、銀河の彼方まで一人でずっといい曲、めっちゃいい曲、ちょっと銀河ってめっちゃ音程外したけどめっちゃ外したけどちょっと分かんなかったですね。それぞれまだ抱いている、うん、
口の乾燥がやばい。乾燥乾燥乾燥がやばいです。やばい、なんかつけすぎたかも。リップが非常に濃い。なんかリップのやばい、ちょっとやばい。リップはリカフラッシュのなんか茶色のやつです。それとこれです。あ、私これめっちゃいい。これあのエチュードハウスのやつ。私はねソウルソフトウォルナットってやつ。そう、ルーブラウンのやつ。あのリカフラッシュはこれ全然落ちないんですよね、マジで。めっちゃいい。なんか最初はちょっとなんかそのエチュードハウス行ったらなんかおすすめされて、なんか新商品なんですよっておすすめされて、ああと思って、なんかぜひ試してくれてくださいって言われて、なんか恐る恐るっていうか、まあなんか落ちない、こんな落ちないって言って、もう絶対落ちませんみたいな言われて、え、これ落ちたらどうするみたいな思って買ったんですよ。もう絶対みたいな、ちょっと半信半疑で買ったんですけど、めっちゃいいです。アロマンド使ってる使ってる。めっちゃいい、これ超かわいい。このなんか私よく使ってるのはこことあのこことここら辺を、まあ、金のラメが可愛くて、ちょここの使い方はちょっとまだ未だに分かってないんですけど、ここの大きいラメもなんかたまにちょんちょんちょんってつけると可愛いです。大きくて、もう一回見せて。だってえ、ごめんなさい、これで落ちたらごめんなさい。あの私的にはちょっとわかんない。あのリカフロスト、あ、リカフロストどっちが落ちないですかって言われたらわかんない、全然わかんないんですけど、なんか起きてもついて、ね、なんか、ね、いつも夜寝て寝る前につけて、でなんか朝起きてもついてるかみたいな試してるんですけど、朝起きてもついてるって思って、え、マジであのちょっとよまだ確定じゃないんで、あのまだ買わないでください買わないでくださいとか言って、でもいろんな色あるんでいいです。ちょっとわかんない、これダメです、やっぱ買わないでください買わないでくださいとか言っちゃダメだ。でもマジでこのリカフロースのルーブラウンはマジでどんな人でも合いそう。好きです。ね、予防外ねりこふろしい。私ビューラーなんかあのここだけの話、勝手に妹のを盗んだんですよね。ちょっと妹気づいてないんですけどあの勝手に盗みまして、まだ気づいてないんですよ、あの子。だけどあの子もちょっと私のあのエチセのまつげ下地盗んだから、ちょっとゴブゴブだよねっていうなので私エチセのマスカラが好きすぎて、なんかもうないあったあったあった、もうため買いって何なんていうの、なんていうの、これストック買いしてるんですよ。マジでいい、よくて、このマジでこのなんかさ、まつげさ、こう
ックスで溶かすみたいなんじゃん、あれが必要にない、必要ないの。もうこのあれがマジでめっちゃ良くて本当にいい、マジでいい。あと私、ま、なーたんが使ってたこれを使ったんですけど、今日も使ってるんですけど、なんかこれはマジでなんか目力バーンみたいな、だから茶色買えばよかったなって思ってるんですけど、まあライブとかだったら黒の方がやっぱ入るんでいいかなと思いながら。妹ね、受けようとしてよ第3グループだけど、あの妹はあのもう進路がもう決まっておりますのでちょっとやめました。おもろくない、兄弟で受けたら。茶色持ってるいいかな、茶色も買おうかな。え、私1回は9点の支払いを成功してその時にこれ買ったんですよ、これとあとこれミルクタッチのこれ、あとなんだっけ、何買ったか忘れちゃった。忘れちゃったんですけど、とりあえず買って、うん、何買ったっけ、忘れちゃった。ミルクタッチね、まだわかんないんですよ。まだわかんないってどういうこととかなんですけど、なんかね、なんかつけた時はあれってなるんですけど、遠くから見たらめっちゃついちゃう、なんか全然ついてないと思ってめっちゃつけると、後から見た時え、めっちゃついてると思って外します。いつもなんかすごい、なんだろう、ラメがいっぱいついてて可愛いです。私はとりあえずホワイトを買いました。だけどピンクも欲しいなって思います。なんかピンクの方がやっぱ目立つから、うん、え、そリリミューのやつもさ、なんか なんかね、日にちが足りない、私は。毎日いろんなの使わないとね、私は日にちが足りないです、とっても。